スタニスワフ・コパンスキ、スタニスワフ・コパンスキは、ポーランドの軍人。少々。西側ポーランド軍の参謀総長を務める。サンクトペテルブルクにて、ポーランド人の両親のもとに生まれる。ギムナジウムで学び、第一次世界大戦勃発後の1914年、ロシア帝国軍に入隊。ミハイロフスキー砲兵学校で学んだ後、第二師団第三砲兵隊に属し東部戦線に、 従軍二月革命後の1917年、バブルイスクにて編成された第一ポーランド軍団の第三ウーラン連隊第二小隊に入隊し三国協商に属する。ブレストリトフスク条約成立後、中央同盟国の支配下にあるワルシャーに赴き、ワルシャワ工科大学で学ぶことを希望する。しかし、ポーランドが1918年11月に独立を、 取り戻すや、イナや、ウクライナ・ポーランド戦争が勃発したため進学を、断念。ポーランド軍に入隊し、ラドムスコにて第一ウーラン連隊の騎馬、砲兵小隊長として、プシェムイシル、ホロドク及び、リビウを転戦。1919年2月25日、小隊は、第一騎馬砲兵士団に編入される。続く、ポーランドソビエト戦争でも、リダを経て、 ビリニュスに進軍するも、同地の戦闘で負傷し左目を失明、戦線を離脱する。回復後、ワルシャワ工科大学で再び学んだ後、1924年4月、軍に復帰し、6月1日、第6騎馬砲兵士団中隊長。10月31日、トルンの砲兵士官学校教官を務めた。主に弾道学を教えた。間もなく、少佐に昇進。 ポーランドの総攻部隊の創設に参加した。ポーランド進行時、最高司令官本部第三課長。ポーランド降伏後、フランスに亡命。1940年4月、第1カルパチア山岳旅団を編成、指揮し、在レバノンフランス軍の編成下に入った。フランス降伏後、旅団を武装解除しようとするフランス兵との武装衝突を苦労して回避した。 長い交渉の後、コパンスキは完全武装で旅団を英霊領パレスチナに移動する許可を得ることに成功した。1940年9月、旅団はエジプトのアレクサンドリアに到着した。1941年、旅団は北アフリカ戦線に投入され、トブルク包囲戦などに参加。その後、旅団はブワディスワフ・アンデルス将軍の第二ポーランド軍団の編成下に入った。 1943年から1947年、ポーランド亡命政府のポーランド軍参謀総長。1947年から1949年、ポーランド軍団の観察総監。ありがとうございます。